今日はホバークラフトの原理ということでやります。でこのホバークラフトですね、うん、これは宇宙の学校で、ね、使ってるやつなんですけどね。で、これはホバークラフト、下の方に空気を送って膨らませて、それからあと推進させるということで、この推進させる方と下に空気を送る、これを一つのモーターでやってます。でこれ の重要なことはですね、下の方に送った空気が、ね、これはこのカップで半分に割ったやつをつけてますが、これが抜けないということですね。ということでここにこう蓋がこうしてあって、この回転軸、回転面がなるだけここに近くなるようにね、つけます。これが重要ですね。一番重要なところです。はいね、はい、それでですね、これで一応形としてはできています。それでよくやるのはね、子どもたちとやるときにはね、この回転面に手が触れないようにこういうねカバーをかけますね。はいね、よいしょ、手が触れないようにね、ここにカバーをつけます、ね、はい、ね、こういう感じでね、でこれを動かしてみます。こう膨らみましたね。はい、それでここはこういう感じでね、進んでいきますね。これ止めると、で止めるところ、はい、はい、浮いてますね。あ、こんなことこんなことね。でこれを止めるとね、こんなにいったね。これは空気をここのところから下に今送ってるのと、半分は推進力に使ってます、はい、でこの空気をどれだけ下に送ればいいかというと、これが漏れない程度に送ればいいわけで、これですね、原理としてはね、これがあるんです。で原理としてはですね、これただのこう板ですね、はい、はい、板ですね、はい、板にジップ付きの、はいロック、これ袋ですけど、はい、これに半分切ってですね、貼り付けてあります、ね、ちょっと枠が分かるようにちょっと袋に塗ってみました。でこれをですね、これ膨らましてですね、ね、これでもね膨らむんですよね。あ、いい、はい、ほら空気抜けないでしょ、うんうんうん、ね、つまり何も送らなくても、はい、空気抜けないんですよね、うんうん、だから空気が抜けないだけの風を送ればいいわけです。そうするとほら浮いたままで摩擦が、ね、ないという。これ、ま、摩擦があるとですね、うん、これ反対に向けてみましょうか。ほら全然進みませんよね、はい、ほらところがね、ところがエアが入ると、エアが入るとほらね、面白いですね。そうですね、だからこのホバークラフト、はい、下に送るエアはちょっとでいいんですね、うん、これが抜けないだけ、抜けなければね、送らなくても大丈夫だということですね。ということですね。はい。